2022年の12月9日に非公開で行われた現役ドラフト。巨人が当時楽天に所属していたオコエ瑠偉選手を獲得したことは特に大きな話題になりました。関東一高時代に甲子園で名を馳せ、ドラフト1位でプロの世界に飛び込んだオコエ選手、走攻守三拍子揃っていると評価され、大きな期待を寄せられていました。しかしながらプロに入ってからというもの、期待に見合った成績を残せているとは言い難く、野球以上に素行の悪さがクローズアップされることも。かつては楽天の監督を務めた梨田正隆さんも彼に雷を落としたことがありました。オコエ選手は2017年2月9日、都内の病院で損傷していた右手薬指付け根関節の靭帯縫合手術を行いました。キャンプイン直前には胃腸炎を起こしており、2月1日、あまりの動きの悪さから温厚で知られる梨田監督が激怒。挙句の果てには翌日に右手薬指の痛みを訴え、都内に移動して精密検査を受けた結果、手術が決定したのです。本気で激怒したのか本人に聞いてみたところ、梨田監督は次のように語りました。もちろん、オフにトレーニングをして体を大きくしたそうだが、それにしてもデブッとして全く動けてないんだから、オフの間に何もやってきていないのが分かった。昨年から手が痛いことを自分自身で分かっていたはずなのに、ナイジェリアに行ったりハワイに行ったり、遊んでいる時間があればちゃんと治療しておかないと。あまりにプロとしての自覚に欠けている。自己管理ができていないというか、野球を舐めてる。相当激怒していたようです。この時オコエ選手はプロ2年目でしたが、1年目を終えた選手のオフの管理についてはどのチームも頭を悩ませているようです。ドラフトに指名された直後は合同自主トレを行い、キャンプインに必要な体力を作ることを球団が直接指導できます。しかし1年目を終えたオフからは、選手会とのポストシーズンの取り決めで球団は直接指導管理をすることはできません。チームによってはオフの自己管理のガイドラインを選手に渡すなど、ルールの範囲内でオフのトレーニング指針を伝えていますが、直接のチェックはできないため、あくまでも本人任せとなります。オコエ選手はダルビッシュ有投手の合同トレに参加するなどしたようですが、2ヶ月の長いオフをすべて一緒に過ごしたわけでなく、結果的に自己管理と準備が不足した状態のままキャンプインを迎えてしまったようです。オコエ選手はこの時の失敗に、野球に対する姿勢をもう一回見つめ直したいと何度も反省の弁を口にしていました。そんな過去もあったオコエ選手を獲得した巨人、外野の層が厚くなることに期待が高まりますが、楽観視ばかりもしていられません。今回の移籍はあくまで活躍の機会がなく、戦力として認められない選手が候補になった現役ドラフトによるもので、本当に巨人がオコエ選手を必要としていたのなら通常のトレードで獲得していたでしょう。特に不安視されるのが紳士のチーム巨人でのオコエ選手の言動です。象徴的なのは奇抜な髪型です。新人の時からモヒカンスタイルで大きなヘッドホンを首にかけて球場入りするなど、その特徴的な容姿が注目されていました。2019年には当時楽天の監督だった平石洋介さんから、ふざけた髪型でキャンプインするなら俺が髪を切ってやると雷を落とされたことも。もちろん髪型は個人の自由ですが、組織にも文化やルールがあります。また自分がもらっている年俸以上の高級車を買ったことも話題になりました。2017年に BMW のスポーツカータイプで約2000万円する i8 を購入。翌年には1500万円する高級外国車、マセラティの SUV 型レバンテを買いました。報道陣から目標とする選手を聞かれ、ウサインボルトと答える陽気さはありますが、こうした言動はどうしても浮ついた印象を受けてしまいます。順調すぎるぐらい順調に成長していると自分を肯定する一方、コーチや監督から注意を受けるとふてくされてしまう態度も問題視されてきました。現在の楽天の監督である石井和久さんからも、たびたび考えが甘い、自己評価が高い感じがすると苦言を呈されていました。反社との関わり。2022年の末、オコエ選手が反社会的組織の主催する宴会に出席していたことが明らかになりました。その上、この宴会では傷害事件も起こっていたのです。重傷を負った被害者男性が宴会時のオコエ選手の様子、そして事件について明かしました。
傷害事件の被害者である都内の男性自営業者 A さんは、2022年12月17日20時頃、友人の誘いで月島のもんじゃ焼き店を訪れたといいます。その会を主催したのは、A さんのかつての職場の先輩でした。宴席の出席者は7、8人で、終始入れ替わり立ち替わりといった状態だったといいます。そんな中でオコエ選手が21時過ぎに来店すると、宴席は俄然沸き立ったそうです。オコエ選手は気さくにサインに応じたり、出席者とも写真撮影に応じ、宴が盛り上がるにつれ、オコエ選手の口も滑らかになっていったといいます。オコエ選手はもともと楽天から移籍したかったようで、ずっと移籍の交渉はしていたんです。と明かしながら、でも G は厳しいですよ。ピアスなんかうるさいんです。と言うと、周りに、お前ピアス開けてるじゃんとツッコミを受けるという一幕などもあったようです。A さんが酒が入った勢いで、夜遊びも結構するんですか?と尋ねると、シーズン中は全然遊べないですよ。こうやって飲みに行くこともできません。と答えたとのこと。その後参加者同士で喧嘩が勃発し、怪我人が出て警察沙汰となり、楽しい宴席は一変。オコエ選手に事件への直接的な関与がないとはいえ、日頃の不適切な交際が露見してしまった形に、一連のことについて球団に問いただすと、次のような回答が返ってきました。本人がご質問にある店を訪ねたところ、知人から以前紹介されて一度会ったことのある、会長と呼ばれる男性がいました。本人は5時間ほど滞在した後、翌18日未明に店を出て帰宅しました。オコエ選手は、12月27日になって球界関係者から事件を知らされたとのことで、当球団として暴力事件について警察に情報提供した上で、当該店舗で本人と同席した会長と呼ばれていた男性の身元について相談しているところです。としながらも、本人が暴力団など反社会的勢力と交際していた事実もありませんし、本人もそのような認識は一切ありませんでした。と回答。ネット上では、オコエ選手や球団の対応に批判の声が殺到。しかし報道から約1週間以上経過しても、巨人はオコエ選手の件についてコメントなどを発表していません。2月からのキャンプで一軍スタートも決まりましたが、他球団の球団フロントは巨人の対応に首をかしげています。このままオコエ選手は、お咎めなしでスルーされるのでしょうか。巨人への移籍が決まり、心機一転頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。とコメントしたオコエ選手ですが、活躍するには文字通り、気持ちを根本から変えられるかにかかっているようです。それに加えて反社会的勢力との関わりも取り沙汰され、幸先不安なスタートになりそうです。